はい、こんにちは、坂根です。今日はね、いいアプリを紹介しますよ。歯磨き勇者。このアプリですね、小さい子供さんがいるですね、友人に紹介してもらいました。ここにあります、歯磨き勇者というアプリでですね、まあ、ちょっと見てください。やりますよ。それをですね、手で持ってやったんですけども、実際にはやはり机の上にですね iPhone を置いてやった方が全然やりやすいです。それでおすすめするのがですね、これ100均ダイソーさんに売ってるんですけども、 iPhone スタンドですね、角度もねこういうふうに変えられますので、まあ、これをですね置いてやると非常にやりやすいです。もう一つですね、まあ、始めたとして、今見て分かったと思うんですけども、この画面がですね、スクリーン、セーフティーモードになってしまうんですね。ですね。やるときは、ここの設定でですね、画面表示と明るさ、ここ今30秒になってるんですけど、ここをですね、例えばね、子供に5分磨かせるのであればですね、これ5分ぐらいにしておくとか、まあ、あとはね、なしでもいいんですけども、そうしていくといいと思います。要はですね、この歯磨きとこちらのゲームがですね、必要になったアプリなんですけども、このですね、歯磨きアプリ、友人の人に何人か使っていただいたので、この後ちょっとですね、動画を見てください。Thank you.
きユーザーのアプリを使ってどうですか。楽しかった。楽しかった。いつもと同じぐらい磨いたのかな。歯磨きユーザーのアプリ使った方がよく磨けた。たくさん行くよ。顔合わせる。あ、すごいですよね。なんかもう何でももらうアプリになってしまうという感じがします。これによってですね、歯磨きがですね、習慣づけばいいんじゃないかと思います。ただね、やっぱやりすぎとか逆に歯を磨きすぎとかに悪い効果もあると思うので、まあ、さっきの1ゲーム終了するのがですね、先ほど見たぐらいの時間で終わりますので、まあ、そんな感じでそこで終了という感じでいいんじゃないでしょうか。はい、今日はですね、とっても素敵なアプリ、友達に紹介してもらったですね、歯磨きユーザーを紹介しました。私もですね、今日からこれを使ってですね、歯を磨きたいと思います。皆さん、くれぐれも歯を大事にしてください。それではまたありがとうございました。失礼します。あ、このいいねボタンとチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。それではまた。